次のテーマに行かせていただきたいと思います。これ三浦さんによる勝てる選挙戦略というものがあります。これ我が国初の選挙 PR キャンペーンビデオを作ったり、ね、はいはい、内輪型のビラですとか、はい、こういったものを初めて日本に導入したのが三浦さんということなんですけれども、はい、代表とはね、要するにビラ1枚とってもそうですけど、はい、有権者が取りやすいもの、はい、例えばこういう細長いね、チラシを配ったって、うん、今ゴミ箱がないから街中で、はい、ね、夏の選挙で渡したって捨てるの困るでしょ、うん、だから同じビラ配るのもこの沿いのね、名刺型にするとかですね、はい、まあ、内輪型もそうです、はい、暑い時はね、だったらこうね、うん、涼しくなるとか、うん、その有権者目線に立ってっていうんでキャンペーンビデオを含めてやっていきましたけども、うん、まあ、それはあの時代とともにどんどん変わっていくので、うん、まあ、本当時代とともにその選挙法も含めていろいろ変わっていくんだと思いますけどね。これフルラッピングの、これ、はい、これはそもそもこう選挙の車っていうとね、うん、上に顔と名前っていうのは普通だったんですけど、はいはい、私初めてそのボディにもですね、顔とか名前とかね、はい、あのバイトシルエットとか、はい、そういったものをこう出した、これ公職選挙所 OK なんですよ、はい、OK なんですよ。なんか上だけ名前があってね、でこれは、うん、これはね、やっぱりさっき言った知名度の向上という点ではね、うん、そういう気はないけども、街頭で苦戦者が止まってるとね、せっかく堀本さんがあったって、うん、たまたまそこ木があったりこうなんかあって見えないと、うん、ボディの方が見える、うん、やっぱりどっから見てもあこの人がいるということを示すためにはですね、うん、ボディにもちゃんとカートの名前を出すということを始めましたけどね、うん、その選挙ハック術でその地上戦空中戦あるんですけど、その中にメラビアンの法則というのがあるんですけど、そうそう、これちょっとぜひ、ね、ご説明していただきたいと思うんですけど、あの、ね、これ聞いてね、反発も出してこなくてね、はい、政策マニフェストで決めるってよく言うでしょ、はいはい、いないからそんな人、ね、これね、昨年の総選挙のね、はい、例えばですよ、はい、自民党、公明党、共産党、立民党、ね、はい、国民民主党、令和などですよ、はい、それを比べた結果、うん、この政党に投票しましたって、うん、何人いますかと皆さんの中で、はい、僕 の, あの好きじゃない知事が今なってますよ、東京都で、はい、ね、あの方を含めて、はい、ローカルマニフェスト、はい、比べた結果この人に投票した、うん、この人投票した、うん、何人いらっしゃいますかって、うん、いないでしょ、うん、みんなね、あの人感じがいいとか感じ悪いとかね、うん、ちょっと思い当たるからこっちにしようとあっちにしようでしょ、うん、でこれは南の法則というのは 55% が視覚情報、はい、で 38% が聴覚情報、要するに 93% はノンバーバルコミュニケーション、うん、非言語情報で、あ、例えば街頭で見てるとね、うん、あの人感じがいい感じがいい、うん、怒られちゃう、特に女性の方はそれでね、うん、で感じがいいと思うと話を聞いてみようと、うん、なるし、感じが悪いといくらいいこと言ったってね、うん、何どうせ嘘ついてんじゃないかと思ったりしてね、うん、離れちゃうと、まあ、そういう意味でこの 93% は外見好感力って僕ら言ってますけど、うん、大事なんですよ、うん、堀さんどうですかこの、まあ、その通りだと思いますよ全然その通りだと思いますよ。あのすごくこう残酷な言い方ですけど、それは本当にそうだと思いますね。そうなるとこう選ばれる人っていうのと実際にその政治家としてふさわしい人っていうのこうズレがかなり、これはね、リーダーとしてごめんね、うん、それは私ごときは答えられません。多分商品だってね、うん、どんどん売れてるから本当にこの方がいいかというと、うん、あんまり売れてないからこっちにいたでしょ、うん、政治もそうで、選挙は弱いけどむちゃくちゃ素晴らしい政治家もいますよ、うん、だそれは選挙プランのごとき言うことじゃなくて、僕は要するにいい人が当選できればいいんです、うん、なので後の比較についてはね、私ごときが言うことじゃないので、はい、だからいい人をこういう部分で足りない部分を補ってなんとか当落ラインをこれ、ね、超えさせるってことですよね。 そうです、はい、まあ、それがだから民主主義ですからね、うん、うん、まあ、えげつないと言いますか、厳しい世界だと思いますよ。その通りだと思いますよ。だから嘘をついちゃいけないけどね、うん、しかしやっぱりね、好感力を増すというのは大事ですよ。僕もね、あれ多分偶然だったと思いますけど、亀井さんがね、街頭演説してたらいきなり大雨が降ってきて、あえて傘をささず、もうなんていうの、ずぶ濡れで髪がもうぐしゃぐしゃになって、めちゃくちゃみっともない亀井静香が出たんだけど、それをみんなかわいそうだっつって応援しなきゃって、やっぱ地元の人は思っちゃったんで、さっき言ったバンドワゴン効果というね、そうあります、本当にそうで、あの一発で潮目変わりましたね。あります。だそれまではやっぱりその支給派勢力の、ね、小泉純一郎のまあ要は一番の敵の総大将だったわけだから、そういう風な部分もあったけど、でもやっぱ地元の人たちはね、なんか逆にかわいそうって思ってましたね。でもね、すごかった。まあ言いにくいんだけどさ、堀さんなりの、ね、サプライズというかさ、うん、あ、やっぱりそう言っても時代変わらなきゃっていうサプライズをね、うん、その後ね綺麗にやればよかったんです、らしくことをね、うんうん、アメリカはもう民主党共闘を常にねサプライズがあったんですよ、はいはい、
あ、そうなんですね。具体的なサプライズってそういう場合って何があるんですかね。これはね、こういう場で言っていいかどうか分かりませんが、まあ、僕らが有名だと思ってるのは、はい、例えばねケリー対ブッシュっていうのがあったんですけど、はい、うん、まあ誰見てもね、あのケリーが優勢って言われてましたけど、うんうん、それでケリーはね当時あのヘンリー・ムーアーっていうのがね、うん、はい、その映画を作ってね、はい、いかにブッシュあのなんていうかねエラー映画みたいなので、はい、なんだこのブッシュはというね、はい、のを作った、うん、結構早すぎたんで7月ぐらいに作った、はい、ね、で皆さん言ったのは多分共和党はオクトーバーサプライズで、はい、11月3日投票ですから確か、はい、ね、10月なんか出してくれたと、うん、出してきたんだよ、うん、と言われてます。何かというとビンラディンのテープなんです。は、ね、あ、要するにねいろんな向こうは調査やってますけど、うん、例えば年金問題とかね、うん、福祉のどっちが大統領してふさわしいですか、うん、おそらく10中7、8はね、うん、ケリーなんだよ、うん、ところがもう圧倒的にブッシュっていうのは戦時、うん、戦争がもし今アメリカ戦中だったらば、うん、どっちの方がいいですかっていうと、うん、ケリーよりもブッシュですね、うん、でビリナディのテープを流すことによって、うん、あ、まだこのおっさん生きてるんだと、うん、ね、はい、大変だと、これはケリーをじゃ弱腰してね、うん、ブッシュはダメだと、なるほど、ね、いうことをするわけです。面白い、うん、そういうサプライズっていうのは、うん、マーケティングもあるでしょうけどね、はい、だからあんまりね突拍子のない、ね、ことをやっちゃいけないけども、うん、まあ、そういった昔からの、あ、若いから金魚鉢で金を飼ってるとね、うん、だんだん弱ってくるとさ塩を入れるとさパカパカって動く、うん、本当は苦しいんだけど、うん、あるんだけど、うん、やっぱり選挙もね、うん、その劣勢を挽回するには何らかのことをしないと、うん、手をこうやって指くわえたって負けちゃうんだな、そういうサプライズってありです、うん、でそんでさっきもおっしゃった小池さんとかね、うん、橋本さんとか、うん、この辺はね天性があるね、まあ、なるほど、うん、なるほどね、はい、次あのネット選挙について、聞いていきたいと思います。これあの東京改造計画ですね、堀江さんが上司した本の中にあるんですけれども、遅きに知ったネット上の選挙運動解禁ということですね。スマホでできるネット投票の解禁をすべきという、議論がございます。この議論が始まっても10年近くになるんですけれども、三浦さんこれどう見てらっしゃいますか。これね、僕はネット解禁はねあの国会の参考人で出ましたから、ネット解禁側出ました、はい、ただし、はい、堀江さんに失礼だけど僕はねネット投票は反対なんです。なぜ反対かというとね、要するにね本人の認証でどうでこうだって皆さん言ってますけど、はい、なんかどうでもいいんだよ、うん、一番問題は人から強制されないってことです、うん、まあ田中さんという言ってですよ、例えばね、その人においみんなやって投票しろと言ってもですね、はい、今は投票所に行くと区切られてるので立ち会いがいてもですね分からないように書けるわけだ、はい、ね、とパソコンがここになって、はい、ね、本人認証しましたと、うん、田中おい絶対見なくて投票しろと言ったら、うん、はいとかっていうのもあるでしょ、うん、あるいは確かに認証の方とかね、うん、はい次はこうやって、はい次は皆さんのところもあのはいクリック、はいこれで OK ですよ、ね、ってことは絶対ないと言えないでしょ、はい、要するにね投票っていうのはね他人のねそういうね強制されることを絶対排除しなきゃいけない、うん、公平さっていうのは、うんうん、だそれは今の投票所は良くも悪くもね一応排除されてますが、うん、ネット投票になるとね本人だって分かったっていいんだけど、あ、分かるというかそれは大事なことだけど、うん、それ以上に大事なことはその人がその強制されるね、うん、いうことがあり得るので、これをねちゃんと除外しないと、うん、公平公正選挙とはね、うん、下手するとほどどくなっちゃう、うんうん、それはでも難しいですよね。難しいよ、隣に誰もいないことを証明してくださいとかそういう話ですよね。無理でしょう、うん、無理ですよね。だからあともう一つは問題はアメリカでご承知のようになぜ進まないかというと、うん、不正があるから、要するにソフトの不正があるから、うん、おかしいな、ここは絶対民主党強いはずに、なんで共和党がこんなに出るんだろうと、うん、そのソフトを納入している業者が共和党だったとか、うん、ね、あるじゃないですか、うん、だからそういうのをおっしゃったように絶対排除ってできないし、うん、ね、そんなことで、ね、まあ、でもソフトウェアの問題に関しては僕はできると思いますよ。それはオープンソースでやればいい話なんで、うんうん、そうそう、オープンソースで改ざんを防げばそれはできるはずですよ、うん、おっしゃったとおり進むと思います。ただ今言ったね強制されないというね、これは結構大事だよね、うん、さすがの視点ですね。僕はでもそういう視点はなかったですね、うん、だからこういうのはねもう回復しなきゃいけないんだよ、うん、いけないんだけど、うん、大事なことは有権者目線というか、うん、本当にまあ弱いかどうかはしませんけど、そういう立場の人たちが誰も強制されずね、うん、されずに自分の投票して投票すると、うん、確かにそれは例えば分かんないですけど、うん、ある特定の時間にランダムにまあメッセージが来て10分以内に投票しないとダメだとかね。そうそうそう。だからそれだから考えてくださいよ。ね、頭いいから。だから、まあこれだったら今のね投票所行くのとそんなにね、そのなんていうかな強制度は差がないかなと思ったらいいと思うけど、それはなくて申し上げたようにね本人の認証はどうでこうでって話してるだけだとね、ちょっと違うんじゃないっていう感じです。なるほどな。確かに。確かに。まあでも技術的に解決できそうな問題ではあるかもしれないですね。やってくださいよ。うん、いや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 。やってくださいっていうのはこれはね、やっぱり民間のね。うん、
絶対にこういう改革しようと思った時に必ず中で出てくるならダメダメって話が、その時にあこれクリアできるじゃないと、視聴者の方を含めたね、そしたら変わりますから。でもそれがクリアされない限りはね、僕はねやっぱりね選挙ってのは不公平とか不公正になっていけないから。あともう一個言っていいですかね、この国の公職選挙法で、ね、例えばね投票日当日には選挙運動はできないってあるんです、これね結構発展途上国そうなんですよ。だけど今ね例えば今回で言うと公示の翌日から期日前投票できるわけ、期日前投票はもうすぐできるわけ、でそこで選挙運動やってるじゃない、ただ毎日投票できるのに選挙運動やってるんだから、じゃあ7月の10日のね投票日があって選挙運動してどうしていけないんですかと、と消化されていると思いますよ。だそういう矛盾はね、どんどん実際あと矛盾で言うと、その YouTube とかは削除しなくていいんですよ、そうですよね、そうそうそう、アーカイブできちゃうわけですもんね、まあ、実際それはハックしてますけどね、みんな、だからそのちゃんとそれを分かってる人はハックして、要はツイッターとかを更新しちゃダメなんだけど、YouTube はもうずっと当日、選挙当日も残るから、投票日当日も残るから有利であるっていう、そうそう、それは残すのは大丈夫ですかね。そう、まあ、でもいずれにしてもいろいろね問題点はあるの、一個だけもう一度言っていただくと、ネット解禁になったんだけど、ね、じゃあ例えば堀江さん その選挙で、ボーラー支持者がですね、堀江さんの政策を見ると、あ素晴らしいと、ね、じゃあこれを今日支持者が集まるから、ね、プリントアウトして配ろうと思うと、文書とか違反で今は配れないんですよ、要するにあのプリントアウトしちゃうと、そこから先は文書とかになるので、その招集貼ってない本じゃないと配らないとかね、ちょっと時代が違うかなって気がしますよね。あの少子はね、ポスターとかね、資源の無駄ですよね。無駄だし、まあちょっとね、まあね、そろそろ買ってほしいなと思いますね。あれなんかね、デジタルサイネージとかにしてね、あのポスター貼らなくてもいいようにすりゃいいのにねって。っていうのは僕は一つ。まあね、でもデジタルにしてもね、まあ、掲示板にしてもね、まあ、一応日本の国の法律っていうのは公平というかイコールティを考えているので、だからお金がある人はね。例えばフェイス広告もね、もういくらでもバンバン流せると、今でもね、例えばからポスターもね、消費がないって言ったら、その僕は100枚、堀江さんは1万枚、多分同じ地域多分貼れるとか、まあ言い方よくないけど、っていうことがいいんですかっていうことに対する、まあしょうがないなっていうところもなくはないんですよね。そうそうそう、今だとポスターのね、ポスター資金力ある方が貼れますからね、ポスターバイトでも大丈夫なんですよね。あ貼るの、貼るのは労務者たちで OK です、選挙のじゃないので、なっちゃいますよね、そうそう、大丈夫ですよ、そうだからあの資金力あるところが強いですよね。そうなんですよ、いやだから俺面白いなと思ったのは、その参議院議員選挙って意外と大事なんだなっていうか、制度的にはね、